こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい。はい。はい、今日は三つ編みアレンジです。はい。はい。はい。ルーズに見えるっていうのがポイントです。まあ、確かに見えてますよね、ルーズにね。結構自分でほぐした時に、なんか平べったくなったり、うん、あと、ピヨって出てきちゃうことあると思うんですけど、うん、今日はあえて出します。ああ、出したらね、はい、なんか出したらやっぱりこう、なんていうの、ルーズの動きがより出るっていう感じですよね。こう引き出すんじゃなくて、まあ、引き出してるのも引き出してるか、はい、引き出してるんですけど、こう引き出して出し切って巻く方がより可愛く仕上がるかなと思って。はい、三崎さんやったんですね、今日ね。やりました。はい。結構可愛いかなと思うので、三つ編みアレンジ。なんで俺が言ってんの？ね、言うてる前に。もうなんか取られたんだと思って。はい。よかったら、まあ、三つ編み、三つ。はい。今日よく噛みます。大丈夫です、大丈夫。よかったら、三つ編みアレンジ、やってみてください。やってみてください。はい。で、また今日リレイの、今日はバームを使ったんです。この前はオイル使ったんですけど、All Your Oil で、これバームなんですけど、この動画見ていただいた方に、最後にというか概要欄にちょっとクーポンコード貼ってて、これが 10% オフで買えるらしいんですよ。なので、リレイの商品、僕めっちゃ好きなんですけど、欲しい方、よかったらそのクーポンコード使って買ってみてください。あと1人1回しか使えないらしいんで、はい、よろしくお願いします。私も欲しい。はい、買ってください。じゃあぜひ、じゃあお願いします。はい、それでは動画スタート。なってない。まずつむじからジグザグに半分に分けていきます。リレーのバームをつけていきます。このくらいつけます。手に全体に伸ばして半分ずつつけていきます。毛先から表面のパサつきを抑えるようにつけていきます。このくらいツヤが出れば大丈夫です。3等分に分けて三つ編みをしていきます。毛先まで編み込んだらゴムで結んでいきます。三つ編みを3ミリ束で抜いていきます。反対側も同じように抜いていきます。残った三つ編み部分を少しずつほぐしていきます。裏側も同じようにほぐしていきます。次に26ミリのコテで抜いた毛先を巻いていきます。1束ずつランダムに内巻きと外巻きで巻いていきます。
結構しっかりめに巻いていきます。反対側も同じように巻いていきます。毛先の部分も巻いていきます。毛束を裂くようにほぐしていきます。毛先の部分も少し広げます。パサついてる部分はリレーを指先にとって少しつまむようにツヤを出していきます。こんな感じで仕上がりました。ルーズに見える三つ編みアレンジ三つ編みアレンジ、よかったら参考にしてみてください。